さあ、<laughs> 朝が来てしまいましたね、うん。どうもです。よろしくお願いします。<laughs> はい。朝ゆる姫さん、どうもです。えっ、ー、と、さん、こんにちは。愛のアランフェス、懐かしいです。えー、牧村悟さんですね、えー。別冊、マーガレット、覚えてますよ。えー、第1回 NHK 杯のこぼれ話。男子優勝者、ロミン・カズンズと2位だった五十嵐文夫さんが、 えー、ペアみたいに滑っていたと。うん。なるほど。多分サイドバイサイドで何かをしたんでしょうか。で、カズンズファンだったようで、ロビン様と呼んでいました。えー、この頃は、今や居酒屋解説者の、えー、佐野実さんが77年世界選手権3位。渡辺恵美さんが79年世界選手権3位。うん。居酒屋解説者っていう表現面白いですね。うん。 で、男女ともに初の日本人メダリストが誕生した頃、えー、この漫画、シングルでも、えー、メダルを取れそうな2人がペアを組むのですが、くっついたり離れたりですよ。で、離れている時にお互いシングルでアラン・フィス競争曲を試合で滑る場面があるんです。えー、別会場、しかも同時刻に2人ともトリプルアクセルまで飛んじゃいました。うん。夢だわ。あ、あ夢だわと。 でまだ、単、えー、子でも飛べる人はわずかだった時代、えー。女子もまだみどりさんもいなかった。春休ペアならこの夢実現できるかも。あと、漫画つながりですが、えー、昔スーパーカーブ、スーパーカーブームの日付役の、えー、サーキットの狼というのがありました。ということですね。ランボルキーンに三浦という車が出てきます。 えー、カオ君フェラーリというより、ランボルギーニではどうでもいいことですがっていう感じですね。うん、つながってるんですね、そこと。そして、ワイム様、朝夜姫様、詳しくありがとうございます。えー、内容まではあんまり覚えていなくて、そんなお話だったんですね。くっついたり離れたりだったんですね。あ、なんかいつも抱き合ってベタベタしていたイメージしかなくて、まだ若かった私には、 えー、衝撃的だったのかもですね。うん。そして、エミリーさんどうもです。えー、フェラーリ・香りランボル・ギーニ・カですね。うん。はい。ということでございますけども。うん、あ、えー、っと、マイク・バーティラーさんどうもです。えー、朝夕姫様、こんにちは。春隅ペアなら、本当にサイドバイサイドのトリプルアクセルが、えー、見られるかもしれないですね。いや、楽しみですね。えー、っと、 村上春菜さんがトリプルアクセル習得したらですね、うん、まあ、い,つのいつになるのか分かりませんけど、楽しみですね。うん、そして、YM 様、マルリン様のおっしゃる通り、相、え、馬、ー、君はオリンピック出場にはこだわっていないと思います。えー、ましてや、えー、メダルのことなんて考えていないのでは 私はファンとして北京が終わった後、もう一度翔馬くんをオリンピックで見たいなと思いましたが、えー、日本にも強い選手は多いし世界でも若い選手が育っています、えー、出るだけでも大変だろうなだと思っていたんですが今季の演技を見て逆にメダルもいけるのかなって勝手に思ってしまいました、えー、ごめんね翔馬くん まだ3年あります、えー。この後フィギュア男子もどうなっていくかわからない。でもそれ以上に翔馬くんがご自身でこれ以上成長できないという思う日が来てしまったら引退となるでしょうね。今期私がジャンプ構成はこのままって思ったのは、今期に関してはこのままで勝てるかな、あこのままで勝てるかなってこと、えー。その分プログラムの細かな修正で PCS を上げていった方が得策だと思います。 えー、ステファンからの指令もあるみたいだし、でも4回転ずつも、4回転アクセルも諦めているわけではなく、練習は、えー、しているようなんで、今後どうなるのか、それこそまだ3年あります。えー、とにかく怪我だけはしないでほしい。えー、少なくとも今の書幕を見ていると、それが一番の的に思えます、はい。あとはなんか、靴の部分も気になりますね。う えーまあ、彼はオリンピックっていうところに表子を合わせているかどうか、合わせているのかどうかっていうことについては、ね、ちょっとわかりませんけども、まあ、これから、まあ、オリンピック、ね、やっぱりまだ金を取ってないんで、まあ、それを目指すのかどうか、うん、わかりませんけどもね、はい、どのような労働になっていくんでしょうか。マルディンさん、どうもです。アクアマリンさんはいつも気になっている情報をいただきありがとうございます。えー、炊飯ペア やっぱり北京オリンピックは最後の試合でしたか。うん、えー。最高の舞台で最高の演技、これ以上の優秀の美は初めて見させてもらった。えー、クワトロスツイストは、えー、シングルの4回転アクセル以上とも言えそうな技でしたね。えー、リクちゃんの髪型は尊敬する水さんの真似ですよね。似合っています。なるほど。うん。ね、クワトロツイスト。隆一くはシングルからペアに変わり、 ななみさんからはいろいろ教えてもらえたけど、男性のやり,のやり方がわからないえ。北京オリンピックのペアの監督されてた方、えー、ごめん、現役時代大、大好きな方だったんで、えー、なのに名前を忘れて、ということですね。監督されてた方、北京オリンピックのペアの監督をされてた方、誰だろうえ、誰かな龍一君ツイストかなどうしても分からなくて。えー 聞いたたら丁寧にに教教えて教えてててくれてできるようになりました、えー、トップアスリートってフィギュアだけじゃなくてもやってみせて教えてくれるんですねということですね。うん。誰でしょうかねあのー、コ,コーチのことでしょうかブルーのコーチじゃないですよね。うね、ん。 えー、マリリンさん、オランダチャレンジカップは春君出場だけしか知らなかった。えー、アクアマリン様情報で参加メンバーを知りました。えー、チャレンジシリーズは ISU 公認試合だからポイントは加算されますね。うん。これは年度末の全日本で世界選手権グランプリシリーズ4大陸の出場選手決まるから、節制になった時も、えー、出場式準を満たす意味でも大事な試合ですね。まあ、結構そうなりますよね。 うん、なんかね、シュン君、グランプリシリーズから連戦連戦だから、来季に向けて猛チャージしていると思う。まあ、その可能性ありますね。でも、今季のシュン君の活躍、これ、スケネンは見逃すことはできませんね。私が思うには、国内では、シうまマ君の最大のライバルになりそうな気がして、おぉ。うん、でも、確かにね、安定感が、今年は本当に1年間フリーを中心にあったなっていうふうに思いますよね。うん。あのー、まあ、結構、 大崩れすることもなくまあしかも肩の怪我もね今年についてはねなかったのかななかったっていうかね平気だった感じがするのでまあ結構怪我明けだしの割には結構ねうんあの安定感あるかなっていう感じしますよね表情もよくうんえ三、ー、輪様どうもですえー、っとこんにちは動画を置きながら真央ちゃんと練習仲間に唯一入れてくれた えー、お母様が他界された後にカナダのローリーの自宅でテニスをしたり、あそう、ボードに乗ったりですよね。これ僕、なんか、なんか知りません、このね、シーンが覚えてるというか、うん、ご飯を食べたり、その時じゃなくて、えー、さらに若い、あその時じゃないんですね。さらに若い時モスクワでタラスワさんになり、えー、トレーニングをされていた頃、リンクメイトだったのかな、あーってことは違かったのか。うん、もちろんカナダでもですが、 また別のエピソードであまり知られていないけど、まおちゃんのお母さんが、まおちゃんが19歳の全日本選手権2週間前、その時にデニステン君がコメントを出された中にあったエピソードでした。また、しょマく君のネクタイを結べるかは、 結べるけどうまくは、カブさんが言われてたように、後ろが少し長い時があり、えー、たまに誰かが結び直してくれたり、えー、選手の近くにいる方々が、ああ、いいですね、いいですねっていうか、同じですねっていうかね、なんか後ろがね、いっつもね、長くなりますね。何なんだろうって思いますね。うん。えー、共通点でしょうか。 ちょっとにらけますね、これ。うん。えー、ご覧取ってペンダントを変えます。買えますでした。また、かぶさんの動画途中に、ご覧とって CM 流れてる、あ、そうなんですね。ってことは、これは YouTube のあれでしょうか。CM ということでしょうかね。うん。 この選手に関する話をすると、それに関係する CM が出るように最近なってきてますよ、うん。なので、羽生さんの話をすると、今後、雪肌精のコマーシャルが出るかもしれませんね。いつもは広告をスキップして押すけど、じっくり見てました。おお、なるほどいいです。いいですね。そんな感じだと。 また、スマ君は進化しながら自分の成長する間は、間は頑張ると現役とあり、えー、怪我なく、えー、何があるか誰にもわかりませんが、日々努力して毎日を頑張り続けたら、目の前に気づけばミラのがそこに、目の前に現れると私の願望を込み込みで、うん、コメントしました。だってやはり見たいから、うん、僕も見たいですね、オリンピックで。うん、まあ、可能性は高い気はしますけど、あの選手、どういう気持ちでしょうかね。まあ一年一年、 えやってったら、まあその先にオリンピックがあるのかどうか。今は目の前の世界選手権に向けて頑張っているからわからない。一歩一歩だから、これは先日の吉永小百合さんが、さゆりさんが、ま、え、お、ー、ちゃんとの対談でも言われていましたね。ま、え、お、ー、ちゃんも同じく愛想だけど、日々練習に公演は1公演、1公演、全力150%の気持ちで取り組んでいますよ。そういえば。 学校でも目標はかなり先ではなく、少し先くらいがちょうどいいとありましたよ。うん。これね、僕もね、そう習いました。これはメンタリスト、大悟さんに教わりましたね。うん。えー、はい。まあね、ねそんな感じでやっていかないと、やっていくのが一番こういいっていうね、いう感じで、まあ、とりあえずの選手、うん。目の前のことを少しずつ取り組んでいった先には何かあるのかなっていう感じで、とりあえず世界選手権が先ですね。うん。 えー、マルディンさんどうもです。アイスリンクについて国外、えー、カナダ、どなたかご存知でしょうかパトリック・ちゃんがアイスタンスの女性と結婚して、2人で選手育成するとかコーチングする話を前に聞いた覚えが、あーなるほど、なんか覚えてるような覚えてないようなね。それでアイスリンクを探しているとかで、その後ど,どうなったのかしら、えー、知っている人はいるかしらと。 あなるほどですね。うん、やっぱりカナダのシングルスケーター、なかなか世界選手権とかで優勝するパトリック以来出ていないから、王さんのところもフェルナ,フェルナンデス、奇妙な羽生結弦とかで、なんでキュ、えー、カナダのシングルが、えー、育たないんか不思議だったのよということですね。うん、まあ、あの、昔、スティーブン・ゴーレフがなんかね、えっ、ー、と、王さんのところにいたっぽいですよね、多分ねあの ね4回転ルッツのね、動画を見ちゃって、多分あれはオーサーのところだったしか分かりませんけどね。うん。でも今はオーサーのところにいないんじゃないかな。だから、今カナダは、ちょっと確かに低迷はしてますけど、これからどうなっていくのかな。コンラド,ンランド選手もね、まあね、今回4体力で活躍はしたんですけど、 うーんちょっとまだわかんないですね。まあ、キーガンが引退したら、ちょっとその後、まあ、女子も含めてわかんないんで、うん、低迷期なんでしょうかね、今。うんえー、マイク・バーティラさんどうもです。えー、かぶくん、こんにちは。中国の、中国の、 えー、炊飯ペア、北京五輪が見納めだったんですね。あの必殺のクワードツイストリフトはすごかった。オランダチャレンジカップ CS 放送の J スポーツ番組表を見てみましたが、今のところ放送予定はない。あ、ないんですね。うん、やっぱりというか、まあ、YouTube で見られるかな気になるな。四大陸が終わって、今はちょっと、えー、付き物が落ちた感じです。つき物が落ちた感じ。うん。サンカ月の玉ありでのワールドから。 大阪でのスターズオーワイスまで長い観戦旅の始まりですということですね。うん。はい。という感じですが、まあ、夏もねアイス、アイスをやってましたし、なんか一年中ね、フィギュア3枚っていう感じがするんですけど、まあ、今回のこのオ,レンオ,ラオランダチャレンジカップは、うん。えっと、 まあ、おそらくフィギュアスクース速報っていう、ね、サイトで確認はするんですが、まあ、どこで、えー、見れるのかどうかっていうところについてはちょっとわかんないです、ね、まだね、うんえー。皆様こんにちは。THEICE2023 年。まずは開催地と日程が発表されました。ありがとうございます。愛知公園が名古屋森コロパークアイスアリーナ3公園7月22日土曜日12時から、えー、17時からで、 えー、7月23日日曜日12時から日光公園7月25日火曜日26日水曜日27日木曜日全部14時半からの3公演日光キリフりアイスアリーナまおちゃんのビヨンドと同じ会場ですねということですよで大阪公演は、えー、マルゼンインテックアリーナ大阪、えー、去年と同じ会場ですねわかりました 分かりました、うん。7月29日土曜日、12時から1あ十2時からと17時からと、えー、7月30日日曜日、12時から3公演だそうです。はいで、盛岡公演が盛岡高屋アリーナ、8月2日火曜日18時から、8月3日水曜日14時からと、8月4日木曜日14時間の3公演だそうですよ。以上、全12公演です。 うまくんは全部ならまた大変そうだな。うん。まだ出場者の発表待ちで分かりませんが、日程のみ発表されましたよ。お知らせまで。で、今回も日光と森岡と平日が入り、暑い中大変そうな。大丈夫か、少し心配になりましたが、見たいなと。で、見に行けるかが問題だけど、問題,問題だから、問題だから、まだ夏休みのスケジュールがわかんない中決めなくては。 ニさんやボーヤンや,やチャ・ジューファン君、コウシロ君やデニス君に、えー、ステファン先生も来ないかな、えー、長いからどうかにでも、あ、えー、真央ちゃんも特別リストで、えー、外戦なんていかないかな、えー、特別リスト、お願い、ザ・アイスに出してみよう。あ、お願い、ね、お知らせまでという感じですよ。うん。はい。というわけでもう、あの、早いんですけども、ザ・アイス発表されたということでございます。 えー、マルディンさん、もう1投です。 アイセリンクに思う。2024年には立川市にマオリンクができる、えー。神戸市に神戸リンクが建設される。うん、そうですよね。2024年中に完成されるといいな。えー、神戸市にできるのに。仙台市はまだ、うん、僕もね、これね、まあ、羽生君いるし、ね、早くねっていう感じしますけど、えー、簡単に言えば、財力の違いですね。市の財力は税金収入ですから、市民税を納める人口にも、えー、差があり、企業数もありますから、 問題はアイスリンクを運営していくのに、ランニングコストがかなり金額にかかり、フィギュアスケートを習う子どもの人数、アイスショーに試合にどれだけが見込めるか、それには交通のアクセスはいいのか、どの点を取り上げても、神戸リンクなら可能な,可能な条件が多いです、うんで。仙台出身の荒川静香の生活拠点は、東京となると羽生譲るだけではなく、佐藤駿がメダリストになったり、 千葉モネも,、ねもえー、メダリストになるなど、えー、クリアすべきことがまだまだありそうです。うん。多分羽生結弦ではすべて理解していて、えー、仙台リンクの建設に向けて動いていると思いますよ。うん。はい。ということなんでね、まあ、仙台ね、なんか羽生選手の活躍すごいから、なんか結構、まあこんな話は、まあ、簡単にリンクなんかできたんじゃないかなっていうちょっと思ってますけど、まあ、結構なんかね、苦戦とかいろいろこう、やっぱ財政の面であるということですね。うん。 まあちょっとここら辺がまあ今後できるかどうかね気になりますけどね。うん